今日も主に昨日と全く同じ、練習メニューでやっていきます。まあ、ハリー・ポッターの、振り付けを意識して、まあ、軸練習であったり基礎練習をやっていきたいと思います。はい。フライングシットスピン。してバタフライ。バタフライもうちょっとこうシットスピンは、お尻を下げた方がいいかなと思います。まあ、これはキャメルスピンですね。まあ、これは前と同じ。常に微妙ですね。はい。そして、サイドベイズ。コンビネーションスピン。そして最初のダブルアクセント。最後のダブルアクセント。そこからすぐに、サイドウェイズスピンからウィールバーンに持ってきます。で、終わる。これは中盤から後半のところのトリプルトーループからのコンビネーション。トリプルトーループ、ダブルトーループ、ダブルループ。もう一回。トリプルトーループ、ダブルトーループ。トリプルサルコー。そしてトリプルループが出てきましたね。もう一回です。はい、トリプルループ。トリプルループから振り付け。Y 字ポジションからのトリプルフリップ。ちょっと回転足りないですね。前半一番最後のジャンプ。トリプルルッツ。いつもと変わんないですね、これも。トリプルルッツ。